背高のっぽの欅の梢のはるか上を渡る風の音が聞こえます。耳を澄ますとお花畑を散歩する虫たちの羽音が聞こえます。人類が生まれた最初のその日にも木々は空に向かい、虫たちは花に潜り、小鳥たちはおしゃべりしていました。そして気の遠くなるような時が過ぎてゆきました。自然が話しかけるメッセージはいつも懐かしい。いつか知らない星に住む時が来ても、きっと自然は話しかけているでしょう。人間、君は一人では生きられない。人間、君は一人では生きられない。